ってさ、何歳だっけ？お前さ、みんな知ってるか分かんないけどさ、ペリガキとさ、まあ、俺がバロラントやってる時に、ノラで、竹島リテイクニキってやつがいて、で、ペリガキも一緒にやってて、竹島リテイクニキが言ってたんだけど、お前さ、竹島リテイクニキに嘘の年齢言わなかった、お前。なんかさ、お前マウント取らなかった？それでちょっと竹島リテイクニキがペリガキに年齢聞かれて、まあ、ですって言って、ペリガキはなんか先輩だよみたいなことを言い出したっていう。お前さ、一切年齢詐称して先輩風吹かしたよな、お前。多分竹島リテイクニキが俺に、え、くんさん、ペリガキさんって多分僕とタメか一個下ですよねって言って、あ、多分そうだよって言ったら、いや、なんか先輩だぞって言ってて、自分の年齢で多分それ違うと思うんだけどなって思いながら聞いてたんですけど、え、どうなんだろうなみたいな。頭悪い。いやいやいや、え、どうした？え、聞こうか、じゃあ。何、どうした、ペリガキ。なんかそんな、なんか建設的な、なんかあれがあんの？いや、俺だと思ってる。頭悪い、頭悪い、頭悪い、地獄のような頭の悪さ。え、どういうこと？そんなこと発生する？なんか意味がわからない、全く。お前どういうこと？そんな怒らないよ、そんなこと。どうして思ったの、それを。じゃあマジで年齢覚えててなくて、え、ちょっと待って、お前さ、多分お前大丈夫なんだけど、今度頼むよな。え、ちょっと待って、お前さ、今度何歳になるんだ？竹島リテクニックが年下だよな、お前。じゃあお前さ、1個下だよな、お前。じゃあっていうなら、いや、やばすぎ、やばすぎやん。待って、わからんくなってきた。いや、わかるよ、大丈夫、ペリガキ、俺がわかるからちゃんと説明する。で、アマツさえ年上のふりをしたっていう。ってことだよね。踏んだり蹴ったり、恥の上塗り。ああ、まあまあ、偶然忘れちゃったのか。クソガキってこと？だいぶ背伸びやで。ここら辺って曖昧。いやいやいや、いやいや、初めて聞きましたが。え、いっちゃん明るくない？なんかその辺って、むしろ。学校行ってないとそうなるのか、っていうか。なんかもう時間の流れが曖昧になって、時空の流れがこう歪んでいって、どんどん。似たようなことを野田さんが言ってた。あー、もしかして重力がペリガキの周りだけ強いのかも。なんか家の中にずっとこもってて、鬱屈した日々を過ごしてるから、のじゃじゃとかペリガキみたいなやつの周りの重力が強くて、時間が経つのが遅いみたいな。俺50人入ってもう2年経ったと思ってた。お前の1年前のツイート読み上げたろか。じゃあ読み上げたろか。あんたの1年前のツイート読み上げますね。2023年1月1日、俺がひまじいさんにいいねをされただと？しかもパスタ、やったー。上、2023年の1月だけど、10ヶ月前ですね。2年とかじゃなくて10ヶ月前です。普通30とかで起こり始める現象があまりにも早く、学校という規則的生活から離れたことでペニガキに起こってしまっている。だからそうだよね、多分30でも起きない。俺さ、詐称してんのよ、基本的に。むちゃくちゃにしてんのね、俺年齢。俺誕生日公開するの嫌で、なんかこう、なんか誕生日おめでとうって言われるの嫌なのよ。今からね、意味不明なこと言うけど、マジで誕生日おめでとうって言われるの、なんか嫌で、なんかこう、嫌じゃない？嫌じゃないって言っても意味わかんないかもしれないけど、嫌なのよ。知らん人じゃん、ネットの人って。知らんネットの人におめでとうって言われたくないの、みたいな。こう、ね、インフルエンサーがさ、誕生日って言うとさ、俺誕生日だぞ、おい、お星物リスト送れみたいな感じになっちゃうのがちょっと嫌で、あ、かっこいいこと言って、今から。あくまでも俺は俺の出したコンテンツに対して金を払ってほしいのであって、俺の存在そのものに払ってほしいわけではない。でも、コンテンツの薄い名刺には全部入ってね。あんまコンテンツないかもしれなくても。で、全部ダイヤに入ってね。1万円プランでよろしく。で、いいや、置いといて、なんでペリガキ。ペリガキさ、お前さ、前の界隈とかでさ、もしかして年齢偽ってしてた？そうするとさ、わかんなくなるじゃん。なんか偽ったりするとわかんなくなるみたいなくない？偽りまくると。急に時空歪んだ？この界隈で。歪んだのかね。ひまじいさんがそれで自分が何歳だかわかってない。そう、ひまじいもわかってないらしいよ、年齢。ひまじいさんも嘘つきすぎて自分の年齢が何歳かわかんなくなった。それいつも言って、わかるわかる。あれ？俺21だっけ？ 22 だっけ？え？あれほんま何歳やろ？みたいなことを言ってる、あいつ。そっちの方が嘘をつきやすいから。この前聞いたら答えるのに3分迷ってた。ペリガキ本当は年齢分かってるけど、暇人に憧れて分からないふりしてる説。よく分かんねえな。縄月、お前バンするぞ、カス。最近さ、ペリガキくん褒めたのに、昨日。ペリガキくん、この話みんなにするか。ペリガキくん、そしたら態度も良くなるかな。ペリガキくん褒めたでしょ。でも縄月だから、まあいっか。長月はいいって言ったもんな、まあ。サンドイッチに対してはいいって言ったもんな。それは言ったわ、確かに。サンドイッチと長月みたいなやつに対して言うのは許すみたいなこと言ったはず。
真面目なテンションで言った。サンドイッチはいいみたいな。真面目にサンドイッチに対していろいろ言うのは、まあそれは別にいいっていう。でもうんうんに言うなっていう話したよ、ちゃんと俺。サンドイッチはいいけど、うんうんはダメ。何が違う？ちゃんとそこは教えた、俺が。うんうんはガチだから。サンドイッチはガチだけど、まあいい。そういうのじゃないから、サンドイッチは。ちゃんと相手を見ましょう、みたいな。俺もうわくか。うわく。うわくってなんだよ。ペリガキ君、アークサバイバルエボルブド今つけるのやめましょうね。こんな話してる最中に。ペリガキ君、起動しましたよね、今。マイクラの建築企画中ですよね。インスタに通知来ましたよ、今。ディディは、アークをずっと起動しっぱなしで、やりっぱなしだから、通知すら入ってなかった。ペリガキはつけたり消したりして、マイクラに来てるふりしたから、通知入ったけど、ディディは鼻からマイクラに来てなくて、アークやりっぱだから、通知すら来ない。朝日、JR 日本トレインシミュレーターをプレイ中。気持ち悪すぎるな、なんかもう。本当に。どうしてそうなるの？マイクラ中に JR 日本トレインシミュレーターやろうって思う？思わなくないか？そんなこと考えないよ。マインクラフトしてる最中に。中央線運転してくる。でもあれハマるんよ。何が楽しいの？何が楽しいか。俺もわかんねえな。俺もわからんな。賞味。小さい子はゲーセンの乗り物に乗りたがるのと一緒？ ASD って何？いや、ASD っていうのは、引き目ってこと。WASD あんじゃん。キーボードに。なんか引きがちみたいな。W が前進じゃん。S 下がりじゃん。AD が左右じゃん。だからもう引き目みたいな。引き目で見とけみたいな感じ。遅れてるってことが、いや違うな。そう言ってないな。ちゃうね。情弱ってこと？まあまあ、マジでそういうことで。本当にそういう意味で使うからやめた方がいい。確かに。おい、お前 ASD じゃんって言って、友達に使っちゃう。いやいや、ね、クリエイティブ同年代の子は ASD って言葉知らないと思うけどね。もう最近学校行ってるか、お前。そもそも。それリアルで言って場が凍ったらすごいことだよ。遊びに行って、は？学校に遊びに行くみたいな。学校で遊びに行く場所なんだ。なんかさ、マジで怖くない？なんかさ、学校登校拒否してるやつがさ、急にやってきてさ、おぉ、サッカーしようぜって言ってサッカーボール持って症状みたいなさ、怖ない？なんか、意味がわからなくない？公園行ったら友達いたみたいな。意味がわからん。それこそ ASD。しかもさ、お前転校した場所じゃん、そこって。転校してきて学校に行かずに、おい、サッカーやろうぜ！すごない？どういうテンションやねん。学校の友達やペリガキってバレてんの？お前がペリガキって。いやいや、その ペリガキバレしてるの。バレてるわけない。あ、そうなんだ。でもさ、絶対50人くらいと知ってる人いるよね。絶対いそう。ああ、いる。どういう感じで見てんの？その友達とかって。50人クラフトのこと。まあ、でも話さんか。花さんか、学校行ってねえから。学校行ってねえから、どんな感じもこんな感じもわかんねえか。まあ、そういえば。そういえばそうか。まあ、そりゃそうか。そっか。話すわけないか。そういうグループがあって、どういうこと？クンキッズグループみたいな。うわ。うわ、マジか。うわ。シラソルってさ、男子がさ、なんか、そういうグループでさ、そういうオタクの話したらさ、シラソル聞き耳立ててさ、ピクピクって耳がするけどさ、そこの話に入っていけない。あ、男子がなんか話してるっていう風な感じで、心の中でリアクションするタイプの女の子じゃなかった。そんな感じするのがシラソル。ニヤニヤしてそう。そう。わかる？めっちゃニヤニヤしてそうだよね、なんか。すごく容易に想像できる。いや、本当はこうなんだよな、情弱オツ。いや、わかる。悪口言われてないか不安だった。いや、ソルちゃーん。ペリガキ、シラソルにはちゃん付けして OK っての覚えてる？ちゃんと。シラソルにはちゃん付けしていいって話。いや、言われてない。あー、別で話したか。アーケンに敬語を使う理由の話したじゃん。俺がアーケンに敬語を使う話。あー、あれ？そうそうそう。アーケンさんは弱いから敬語を使うべきみたいな。アーケンは存在が弱いから、アーケンという存在は、か弱い存在だから敬語を使わなければいけないみたいな。ここでクンキッズとかの様子ってなんか、見たりする現役の高校生勢いないのかなって思ったけど、みんな通信とか言ってるから友達と会わんか。クソキモいよ。どんな感じの子たちなの？うんし、ぎゅー。ニタニタしてる。うっし、うー。教室でゲームして大パンする人。マジか。やっぱそういう層なんだ。で、たまにエグいってって言ってる。うわー、うわー、きつい。うわー、きついな、だいぶ。うわー。しかも3人ぐらいで。え、でもペニガキお前もその中の1人だったわけじゃん、でも。
あんま人のこと言えなくないでも、なんかキモいだろなんだろ。お前もその一味だろ。お前人のこと言えねえだろ、でも。お前も、あの、右上もさ、右上なんてちょっと前まで、なんか、なんでもなかったくせに。それ、クンキッズあるあるな、その、他のクンキッズはキモいけど、俺ちょっと違うよな、みたいな。俺はクンのこと見てるけど、別にそういうのじゃねえし、みたいなの。あの、クンキッズあるあるだからさ、やめた方がいいよ、それ。それよく言う、それ。一回鏡見た方がいい。つくづく中高生の時、クンコンテンツがなくてよかったと思う。俺もマジでよかったな。絶対やってるわ。飯食います。